DC111DC11 DC 系ディーゼル機関車は日本国有鉄道の前身である鉄道省がドイツから輸入した電気式ディーゼル機関車である。ディーゼル機関車の各種方式、機器の比較検討用サンプルとして機械式の DC10 型とともに一両ずつドイツから輸入された。同時発注の DC10 型は完成度が不十分であり、 満足のいく完成度が得られるまでの大きを遅らせて欲しいというメーカー側の要望で納入が約1年5ヶ月遅延したためこれに先行して1929年に日本に来着した本形式は国鉄初のディーゼル機関車となった昭和4年8月1日付の朝日新聞有関にてとても調子の良い煙を吐かぬ機関車のタイトルで煙を吐かぬ記車、デーゼル機関車が 日本で初めて動いた。市場の桑原監督官や高取工場工場長が客車から顔を出してとても調子が良いと喜んだが、エンジン冷却用の不安の恐ろしい回転のため、車底から急避ゴむ空気がひどいされきの渦を巻き散らす。これだけは何とか工夫せねばならぬと頭をひねつていたと報道されている。発注にあたっては DC10 型とともに ディーゼル機関車の製造能力では当時世界最優秀と言われたメーカー群が選定され本形式は車体を含む機械部分が S リンゲンエンジンはマン電気部分はスイスのブラウンボベリーの各社が担当した前後に機械室を置き中央部に運転台を設置する中央運転台式の基本ゲイアウトを取る一側の機械室には 主電動機などの主要電装品が搭載され、右側の機械室にはディーゼルエンジンとこれに直結される発電機などが搭載された。また、機関の冷却に用いられるラジエーターは1位、側つま面のほぼ全面積を使用して突型に設置されており、その強制送風用台後継電動ファンも1位、側機械室内に設置されていた。 全長の長い大型エンジンと直結発電機のセットを右側に搭載していたため、中央運転台式であったが、その位置はやや1位側に偏って置かれており、視界確保のために、機械室は上半分が、前後とも大枠よりも大きく、幅を絞ってあった。このレイアウトでは通常は、突型と呼ばれる外観となる例が多いが、本形式は搭載される、エンジンの背が高かったため、 機械室が、運転台の屋根高さとほぼ同じ屋根高さとなっていた。神戸港の平洋軌道区間の走行に備え、着脱式の救助網を装備していた。機関、編集発電用ディーゼル機関は、第一次世界大戦中に U ボートをはじめとする、軍用集定搭載ディーゼル機関の設計製作を担当した万性の W6 部28、38、無機直噴式。 縦型直列6気筒4ストローク機関が搭載された。この機関は原型となった軍用機関がディーゼルエレクトリック方式で機械的な多段変速機への接続を考慮しておらず、可能な限りの小型化が求められたことから回転数の制御範囲が250から 700RPM と当時としては高回転低トルク仕様で設計されていた。また、 シリンダー計 280mm、ストローク 380mm で DC 銃系の搭載機関と比較すると排気量はやや小さいが、寸法面では最大幅 940mm、最大高位置 615mm、最大長 3150mm、そして重量 5300kg と DC 銃系の機関と比較して圧倒的に小型軽量であり、 同一出力として計画、設計されていたこともあって、スペック上はこちらの方が明らかに進歩した設計であると評価されていた。もっとも、機関の駆動軸が直接発電機に接続される本形式の場合、固有振動数と危険回転数の関係から、当初計画の最大回転数字に共振による破壊が発生する恐れがあることが製造中の試験で判明した。 これによれば回転数が 700rpm では各部品の実測重量などから算出された危険回転数に対し近接しすぎておりクランク軸の負荷応力などを考慮するとこの値は許容できないとされたそこで安全係数を約10%見込んで最大回転数を 665rpm に制限することとなった指導は DC10 型と同様に 空気圧始動式で、機関直結の二段式圧縮機が搭載されていたが、本形式のものは DC 重型のものと比して、小型軽量であったものの、その反面、自動空気ブレーキの消費量に比して、供給能力が十分ではなかったため、後に、これを補うために、電動空気圧縮機が追加搭載されている。また、この機関は、シリンダーカバー部分の構造が極めて複雑。 かつ薄肉に設計されていた。このため、シリンダー周辺の鋳造については、精度と強度を維持する必要性から極めて高度な技術が要求された。さらに、燃料弁の設計が適切ではなく、燃料供給遮断が完全に行えず後垂れが発生し、燃焼効率の点で今一つであると評された。しかも、プランジャー式の冷却水循環ポンプが機関と一体で、 設計されていて、ここからシリンダーや軸受けの潤滑油が冷却水中に漏出するという致命的といって良い欠陥があったため、使用開始後、運行経費の大半を潤滑油費が占めるという異常事態が発生した。電装品、編集発電機は最大発生電圧 750V、定格出力 380kW の g e 8 7 8、 320と呼ばれるモデルが搭載され、主電動機については、自己通風計直流直巻電動機である GLM75 にアブが2機搭載された。制御機については詳細は不明であるが、春工時に撮影された運転台内部の写真には、マルハンドルが特徴的な BBC 製直接式制御機と模式機器が見られ、主回路の容量や使途などから、 直接式であった可能性が高い。駆動系、編集軸配置は 1C1 とされ、主電動機は2機が、大枠上の先はと第一動輪の間の位置に、並べて搭載された。これら2機の主電動機にそれぞれ取り付けられた、主歯車の間に1枚の大歯車を入れて、連動させ、その大歯車の軸を左右に延長して、ジャック軸とし、そこから、メインロッドで、第二動輪に動力を、 伝達、さらに、サイドロットで、第一、第三道林へ動力を分配する蒸気機関車に、近い駆動系レイアウトが採用された。1929年6月に、神戸港に到着した本形式は、まず、高取工場に持ち込まれて、完全に分解され、時間をかけて、入念な構造の調査が実施された。その後、再組み立てと試験を経て、 1930年9月25日より3日間をかけて、山陽本線の姫路駅岡山駅、庭瀬駅間で公式主運転を行った後に、高取機関区に配置され、神戸港周辺の入れ替え用として使用された。しかし、当時としては高精度な部品加工が必要な高回転型で、なおかつ本来は振動をほとんど考慮せずとも済む環境に設置されるべき。 白用期間を、それも十分な衝撃対策を講じずに謝罪した、結果、本形式ではエンジン周りに故障が多発した。しかも、予備部品がなく、当時の日本の工業水準では十分な精度の代替部品製造が困難であったこともあって、その保守点検には大変な手間を要した。特に最適な燃焼効率を得るために、微妙な調整を必要とする燃料噴射装置の保守には、 本形式も DC10 型も共に難獣し、その経験と教訓は、後の国産の鉄道用ディーゼルエンジンの開発の際に、三菱重工製の直噴式を決定、池イケガイ製作所製の下流燃焼室式が採用される一因になった。また、入れ替え機関車として見た場合には、前後双方向ともに視界が不十分な本形式も、一方向の視界が極端に悪い DC10 型も、 いずれも不適当であり、背の高い当時の機関を使用する限りは両端に運転台を設置するのが望ましいと判定された。本形式はドイツ及びスイスの一流メーカーが製作した車両ではあったが、そもそもこのクラスのディーゼル機関車の様相技術自体が当時は未完成であったと言われ、最終的にはエンジンのシリンダーブロックに亀裂が入るという、 致命的な故障を起こして1935年頃に旧車となり、その後廃車となった。ただしその機関は DC10 系のそれと同様、徹底的な分解調査の上で、新潟鉄工所や神戸製工所などの日本国内の有力内燃機関メーカー各社の技術者に公開され、その後の日本の鉄道車両や船舶用ディーゼル機関の開発に大きな影響を与えた。 その後は、高取工場内に長い間放置されていたが、太平洋戦争末期に失われた。このように、本形式及び DC10 型は、鉄道車両としては、全くの不成功に終わったが、DC11 型と DC10 型では、動力伝達方式や、機関の設計コンセプトをはじめ、各部構造に対照的な点が多く、実際の運用を通じて発生した問題から、 それぞれの方式の特質について比較検討が可能であったという点でその後の日本のディーゼル機関車開発の礎となったことは疑いない。なお、これらで得られたデータをもとに設計された国産本専用ディーゼル機関車である DD10 型では復燃消失式の中速大トルク機関と電気式の動力伝達機構を組み合わせかつ運転台を 車体の両端に配するなど、その学習成果や、自運用で得られた様々な教訓が生かされている。ありがとうございます。